東日本電信電話株式会社と株式会社ティアフォー、KDDI 株式会社、成田国際空港株式会社の4社は、令和3年度課題解決型ローカル 5G などの実現に向けた開発実証の採択を受け、国内空港では初となるローカル 5G 技術などを活用した成田国際空港におけるターミナル間連絡バスの自動運転レベル4相当の実現に向けた実証実験を行うこととなりました。検証にあたっては、車両の事故位置推定の精度、自動運転レベル4相当での運行を見据えた空港内ルールを遵守した走行の確認、空港環境下での移動物による 5G 電波遮蔽と走行中の基地局の切り替えに伴う影響などの調査、ローカル 5G キャリア通信を活用した遠隔監視による通信状況や映像品質などの調査、空港関係者の自動運転バスへの理解、要望などを確認するためのアンケート調査など、主に4つの検証項目を設けて実証実験を行います。それでは実証実験の内容を詳しくご説明します。まず、自動運転車両についてご紹介します。今回使用する自動運転車両 GSM-8 は、田島モーターコーポレーション社製の車両をベースとしており、ドライバーなどを含め10名まで着席可能な車両となっています。また、車両自立型の自動運転を行っており、車両制御にはティア4が開発を主導するオープンソースの自動運転ソフトウェア、オートウェアを使用しています。また、高精度3次元地図やライダー、カメラなどによる事故位置の推定や障害物を検知して自動走行を行っています。なお、今回は特別にコンソーシアム4社および総務省のロゴを入れた車体デザインにしています。次に自動運転のスタートから終了まで一連の動きをご説明します。遠隔監視室に設置している遠隔監視システムから車両周辺の安全を確認し、自動運転の開始を指示することで、自動運転車両が動き出します。遠隔監視室からのスタート指示に応じて、自動運転車両が走り出しました。今回は、第3ターミナルから第2ターミナルに向かって走行します。自動運転車両が車道に沿って走行しています。こちらは車両が自動運転システムによって制御されている様子です。車道には一時停止線もありますが、自動運転車両自体が一時停止線の位置を認識して停車します。また、他の車両が通過している際も、自動運転車両がその車両を認識し、停止した状態で車両の通過を待ちます。車両が通過すると自動で再発進します。自動運転車両が70番ゲートに到着しました。今回の実証実験においては、制限区域内ターミナル間連絡バスの走行ルートの一部である本ルートを往復して各種検証を行っています。次に、今回の自動運転を支えている遠隔監視室の様子とローカル 5G キャリア通信の機器類をご紹介します。今回の実証実験では、成田国際空港内に設置した遠隔監視室において自動運転の様子を監視しています。自動運転車両に搭載した7台のカメラから安定した大容量通信が可能なローカル 5G を活用してリアルタイムに送られてくる映像で監視を行い、安全面を確認しています。また運行管理システムを使用して、走行経路の設定、走行位置や車両状態の把握、発進・
緊急停止などの指示を行うことができ、遠隔監視室から運行をサポートすることができます。次に、自動運転車両と遠隔監視室の通信を支えるローカル 5G とキャリア通信についてご紹介します。今回の自動運転の実証実験では、およそ700メートルの自動運転エリアをカバーするため、3カ所に NTT 東日本が構築したローカル 5G、 1カ所に KDDI が構築したキャリア通信のアンテナと基地局を設置しました。ローカル 5G とは、企業や自治体が個別のさまざまなニーズに応じて、自らの建物内や敷地内を自社専用で柔軟に構築できる 5G システムのことです。今回の自動運転にあたっては、7台ものカメラ映像をリアルタイムで常時監視する必要があります。空港業務専用のローカル 5G を設置したことにより、 5G の高速大容量の特徴を生かして、滑らかで高精細な遠隔監視映像の伝送を実現でき、安定的な遠隔監視が可能になっています。今回はローカル 5G に加えてキャリア通信を1箇所設置して活用しています。ローカル 5G に加えて冗長構成のためのキャリア通信を併用することで、通信品質に応じてキャリア通信に自動で切り替わり、運用の継続性を高めることができます。こちらが実際の監視映像です。7台ものカメラ映像は多くの通信トラフィックが発生しますが、ローカル 5G およびキャリア通信のおかげでクリアなカメラ映像の表示を実現することができています。今後に向けては、国土交通省航空局主催の空港制限区域内における自動走行の実現に向けた検討委員会において、本実証の成果報告を行います。制限区域内での自動走行のルール策定などに貢献し、ローカル 5G などを活用することで、2025年までに成田国際空港へのレベル4相当自動運転の実装や、他空港への普及・展開につなげることを目指していきます。